メですか大丈夫。フライングハモックリおはよう。あ、ほんとだ、先に石ころさん来てた。おはもっくりありがとう。え、めっちゃ白く見える。ウケ、白すぎん、大丈夫？大丈夫、面白いですね。FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。8月27日月曜日、モーニングエイト、ただいまより生放送でお届けしております。時刻は間もなく8時1分を回ろうとしております。モーニングエイトですね、9時半までの生放送です。月曜日担当、金子真由が、お届けいたします。今日もですね、よろしくお願いいたします。さあ、舞台、今週末ですよ。舞台もそろそろですね、本番に向かってもうみんな気持ちを一つに稽古頑張ってるんですけれども、昨日も夜からですね、稽古、抜き稽古ですね、全体じゃなくて私たちのこう PTA チームっていう風に言ってるんですけど、ちょっと意地悪、現実的なこう役をしている PTA チームの昨日稽古してきて、どん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 ね、こうキャラが固まってきて、みんなもどんどん楽しいですね。稽古を重ねていくたびに楽しさが増していってて、あ、これ本番すごく楽しみだななんて昨日思いながら、はい、みんなで、一致団結してやっていたんですけれども、チケットがですね、なんか予約が木曜日までにとりあえず予約の名簿に名前入れないといけないみたいで、結構私当日ギリギリまで大丈夫かななんて思ってたんですけど、もしよかったらですね、また後で時間見て告知とかしたいので、その情報を聞いて、あ、琉球超人舞台行けそうだなって思った方いらっしゃったらですね、ぜひ後でまた連絡先とかお問い合わせ先も伝えますので、検討してみてください。よろしくお願いします。さあ、それでは、メールのテーマ早速発表したいと思います。今日のメールのテーマは、似合うまたは似合わないでございます。どういうことですか？似合う似合わない、なんかこう対象、反対、対照的なこの言葉で皆さんからメールを募集したいなって思ったんですよ。だから増える、減ったとか、意味わかりますよ、もんちゃん。わかんない、わかんない、なんかそういう感じの、ちょっとなんか なんていうの、あるなしみたいな感じで、こう対照的なテーマでやりたくって、両方についてこう送ってきていただくのももちろんもう大歓迎だし、似合うだけについてのなんかエピソード、似合わないだけについてのエピソードなども、皆さんから募集しておりますので、なんかね、私こう生活しているといろんな服が私似合いたいんですよ。願望、女子の願望ね。なんかドレッシーな服でも、ちょっとフォーマルじゃなくてカジュアルな感じの服も、いろんな感じの服が好きなので似合いたいんですけど、やっぱり似合わないアイテムもあって、例えば靴、私靴大好きで、ピンヒールだったりサンダルだったりスニーカーとか草履とかもすっごい好きなんですけど、一つだけハイカットのスニーカー、コンバースとか、ああいう形が私全く似合わなくって、もう残念なぐらい似合わないんですよ。だから似合う女子がすっごい羨ましい。なんかワンピースにハイカットのコンバースが、なんていうの、今こうモテファッションみたいな感じで、よくネットで記事で上がったりするんだけど、全然似合わんから、え、モテファッションって他にないのって思いながらさ。ワンピースなんだっけ？ハイカット。ハイカット。ハイカットさ、デージ可愛いらしいですよ。うん、ワンピースと合わせたら。なので、そう、ちょっとね、私似合わないものとかもちょくちょくあったり、あと髪型とかね、こういうのが似合う異性が好きとか、自分こういうのちょっと似合わないんだとか、そういうちょっとね、今日はメール、メッセージお待ちしておりますので、こちらまで
メールよろしくお願いいたします。アドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しております。ツイッターも連動してますのでたくさんのツイートよろしくお願いいたします。さあ今日のメールのテーマ、似合うまたは似合わない、たくさんのメッセージ皆さんお待ちしております。さあここでですね、本日のオープニングナンバーおかけしたいと思います。ジェシー・ジェイでドミノ。わかった、見た見た、うん、かわいいね。そう、かわいいんでしょ、うん、ハイカットなら靴ひもの色変えてみるのもいいかも、うん、いますね、確かにこういう白じゃなくて、そう、これがね、しかもこれにキャップとかめっちゃ可愛いです。で、ちょっとリップみたいな、あ、絶対可愛いって、これできないわけまよ。あ、これ可愛いな。洋服の流行りってあるけど、流行りに乗ってるつもりでもこの人の似合う似合わないの前に服のコーデ勉強してて、あ、そう、わかる。ハーフアップの髪型好き、あ、ハーフアップね、いいですよね、私も好きです。うん、翼さん久しぶりだね。ね、白じゃなくていろんな柄がある。寒いな。ハーフアップって何？何なんであんな詳しいの？何？そうそう、ハーフアップ、半歩に半歩に、あ、なにお団子？お団子じゃ、でも何でもいいんですけどこう横から半分か横から半分ですね、山内さん。あ、もう食べて。横からね。自分で似合わないと思って、もう人から見たら似合うってあるか、前はもうハイカット似合うって思う人いる。いや、うん、あのね、全部に対して正直にお母さんが全部教えてくれるんですよ。それお母さんの趣味でしょ。お母さんの目はね、多分確かだと思います。マジで、うん、テロップテーマお願いします。だからさ、これ多分さ、文字数入らんわけよ、今日の長くて。似合う似合わないだけじゃダメ。なんてよ、似合う、ちょっと待ってよ、あ、変わった、待って待って、ビビった、ごめんね。すり込みる、すり込みるみっこ、は？あ、お母さんのこと？るみっこ？とっくりで通じたあの時代が、とっくりって何ですか？ね、おわ、石ころさん、私もおわ売ってたよ。いや、わ、ない。あ、待って、ローマ字なんか。なんだなんだ。あ、違う、なんで？あ、待って待って待って、日本語に直らん。あ、あ、いけるかもしれない、テーマまで入るかな。しょ、テーマ、あ、クソ、待って、テーマ入れんでいいだろ、待って、山下さんに怒るかよ似合わせにしてね、怒らんね。ちょっと待って、ちょっと今真剣。和田さんはインソールのハイカットとかよくわからん、よくわかるね。もう一回言ってください。インソールのハイカット、インソールって何？わからん、コンピューターにソフトを入れることじゃないか。ん？え？コンピューターにソフトを入れることじゃないか。コンピューターにソフトを入れること、うん、何インストール、インストール、インストールね、ちゃんと相手してくださいできた、さあ、それ、あれほらこれか、
これだ、カフを、カフを1番開けちゃうってやつ、今日2番のマイクで喋ってるからね、ちょっと諸事情なんですけれども、さあここでですね、ダダダダダダ、あ、ツイキャスマイクも回る、ツイキャスのコメントたくさん来てますので紹介していきますやばいね今日、ちょっとマイク後で寄せます。今日フライングで石ころさんからてってれおはもっこり、そして配信した後ね、ひふみさんおはおはまよう、うーらららら、つるくんさんおはまよう、こざえるさんおはよう、くにちゃんおはよう、つるくんさんまよ、今日もかわいいよ、そして石ころさんね、フライングおはもっこり、つるくんさん、新潟市は雨、最高気温が27度、雨降れば涼しい新潟です、ということです。沖縄ね、もうあれよ、朝寒くなってますよね、山地さんね、うんうん、ちょっとひんやりしてきてるよ、沖縄も。夏終わったからさ、そう思いました、このお盆の最中、朝起きてちょっと外出るとあれちょっと肌寒いみたいな、先週より本格的になってきて。そしてナルトラさんおはまよう、アモートクレニーさんまあよう、山地さんおはモーニング、みやちゃんさん、あらアイコンの画像がツイキャスになってる。おはようございます。私ですよ。大輝さん、まあよ、山地さん、おはようございます。今日声良くなったねって、そう戻った戻ったけど、ちょっとまだ、うんうん、みたいにしてしまう時もありますけども。大丈夫。良くなりました。そして、翼さん、おはようございます。まあよ、山地さん、久しぶりって、ほんと久しぶりですね。白じゃなくていろんな柄あるよねって、ハイカットの靴のことかなね。そして石ころさん、ハイカットなら靴紐の色変えてみるのもいいかもよって来てますね。そうね。でもさ、あの形が似合わんから、似合わん人ってどう履けばいいの、ハイカットの靴。まあ、諦めるしかない。いや。ある。ある。お。よし。ちょっとじゃあ挑戦してみます。そして、矢作翔吾さんおはようございます。大輝さん、あ、大輝さんはあれか、リーパーさんか、洋服の流行りってあるけど、流行りに乗ってるってつもりでも、この人の似合う似合わないの前に服のコーデの勉強してって言いますよね。確かに最近のこう流行りってさ、組み合わせが難しいものとかがあったりするから、色の配色とかもね。だからちょっとね、簡単に着れないですね。私、マネキンが着てる服もそのまま買っちゃえって思います。わかる。わかります。間違いないもんね。おじさんはそう。あー。でもあれ、ほんと間違いないですよ。そう。ね、男性の服はなんかなおさら、ちょっと、うん、勉強しないと、あれ?っていう組み合わせ。なんか、今日の朝ね、母が言ってたんですけど、私の子、弟のコーディネートがおかしいらしく、昨日、柄物の、こう、ワイシャツ、襟付きのシャツ、すっごい柄があるんですよ。もうジャングルみたいな柄のシャツがあるんですけど、それに、なんか外でスポーツ用で履くような、なんか下はさ、短パンじゃないの。足首がシュッてなってる。うん、トレパみたいな。履いた、あれ、勢ったけど、前を大丈夫かな?ヤンキーすごい。うん、ヤンキーじゃないわけ。なんか、写真に撮って見せたいぐらい。私もこれで出かけたって聞いてちょっとゾワッとしました。嘘でしょあの子って、これでどこ歩いたの、ちょっとゾワゾワってしちゃった大丈夫かな、うん、大丈夫ですかね、ちょっと後でもう一回弟に確認します、あれで歩いてないよね、恥ずかしいそして、つるくんさん、ハーフアップの髪型好きよ。ね。ひふみさん、自分で似合わないと思っても、人から見たら似合うってあるかもよ。マヨもハイカット似合うって思う人いるかもよって来てるんですけど、自分で見ても、うん、ないなって思うね。そして、ディーパーさん、あ、また別枠でした。翼さん、なんだったテーマテロップお願いっす。うん、テーマは似合う、または似合わないです。そして石ころさん、とっくりで通じてたあの時代が懐かしい。とっくりがわからん。ひふみさん、すりこみるみこ。そして石ころさん、オアまで入れたら、うん、そうね。テーマテロップ出しました。ディーパーさん、マヨさんはインソールのハイカット似合うかも。インソールがわかんないんだよ。
検索してみようね。伊沢岡弘さん、まよさん、おはよう、綺麗だよ、まよさん、ありがとう。石ころさん、インストール、インストール、インストールね。インソールって中敷きのことじゃない？え、なになに？あ、厚底ってこと？じゃあ、かかとがこ、違うかな？わかんない。ちょっと待って。後でマジで検索して見てみるね。ああ、ディーパーさんから来てる。インソールハイカットで調べてみてください。かかとが高くなってるやつ。わかったわかった。あ、確かに、それだったらいいかも。私、身長も低いし、ちょっとさ、つま先からかかとまで同じ厚さの、この靴底似合わないんですよね。ちょっとかかとが高くなってないと、ちょっと似合わなくて、本当に。大塚健二さん、おはようございます。茨城。栃木。栃木の、茨城の、もうわかんない、これいつも漢字が。海岸で、T ロスケさんと二人で聞いてます。あ、タロスケさん、うん、なんで一緒なんですか、今日。みたいっすよ。へぇー。ひふみさん、あは、ハイカットのスニーカーに、上げ底インソールってことね。それなら似合うかも。おぉ。みんな私の似合う、似合う、言ってくれて嬉しいですね。コザエルさん、マイク回った時のマヨの顔よ。なんでどうだった？かわいかった？ナルドラさん、確かに朝はちょっと涼しくなったね。うん。ミヤさん、おはようございます。石ころさん、それやばい。ディーパーさん、弟の声で笑う。本当に。ひふみさん、柄に柄、ガラガラ弟。柄でもないんだよな、あれ。なんとも言えん格好なの。金融屋みたいな、昔のチンピラみたいな。うん、上はよ、上はチンピラみたいな感じなんだけど、下が、なんていうの、あのナイキとかの、ああいう本当に、なんかスポーツ、伸縮性があって、今からバスケしに行きます、みたいな。ちょっとランニングします、みたいな。どうしたのそれっていう感じの格好してるの。もう全然考えられない。びっくり。野の中の銀のおたるさん、おはよう。頭痛い、なんでかね。ゆっくり休んで。伊沢岡弘さん、迷彩柄。うん、ジャングル、ジャングル。翼さん、最近デブになったからズボンが縮んでるって思った。やっさ、伊沢岡弘さん、マヨさんなら何でも似合う。いやー、ききまるさん、おはようございます。野の中の銀のおたるさん、右はインソールハイカット、左は島ぞりのマヨなの？ん？両方合わせますよ。鼻水出ちゃった。いや、両方合わせます、合わせます。グレックさん、お久しぶりです。ということで、皆さんからね、まだまだツイキャスのコメントもお待ちしておりますので、たくさんツイートしてくださいね。そしてメール、今日のテーマは似合うまたは似合わないでお待ちしておりますので、たくさんのメッセージもよろしくお願いいたします。喋っちゃった、いっぱい。はあ、寒いで、マイク回るね。そしてお姉さん、待ってよ、待って。ジェームスブランド、 You are beautiful。時刻は間もなく8時18分を回ろうとしております。 79.7MHz FM ギノワンより沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたします。まずはお天気からですね。8月27日月曜日、今日のお天気は晴れ時々曇り、風は南東の風やや強く、波は3メートルのうち 2.5 メートルです。降水確率ですが、お昼までが 10%、 お昼から夜にかけてが 20% となっております。日中の最高気温は31度です。朝夕ね、ちょっと肌寒いとは言ったんですけれども、やっぱりお昼、この日中の気温はすごく高くて、まだまだ暑い沖縄なので、水分補給も皆さん忘れずによろしくお願いいたします。さあ、続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道から。沖縄道上り石川インターチェンジでは故障車が出ております。沖縄道上り石川インターチェンジでは故障車が出ております。そして沖縄道上り琉球大学バスステーション付近、工事のため規制がされてます。沖縄道上り琉球大学バスステーション付近、工事のため規制がされております。そしてもう一箇所、沖縄道下り、那覇インターチェンジ付近では工事のため第一走行が規制されております。沖縄道下り那覇インターチェンジ付近では工事のため第一走行が規制されております。その他はスムーズに流れているみたいなので、引き続き安全運転よろしくお願いいたします。
そして続いて一般道の情報です。国道58号線南行きです。宜野湾市大茶名交差点では一部渋滞が発生しております。国道58号線南行きです。宜野湾市大茶名交差点で一部渋滞が発生しております。そして県道34号線前原交差点から大茶名交差点にかけて、こちらでも長い渋滞が発生しております。浦添市大平では混雑も発生しておりますので、皆さんこちらでも安全運転の方よろしくお願いいたします。以上、この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えいたしました。さあ、ここで一曲お届けいたします。ひふみさんからのリクエスト曲です。ジェームスブラントで You are beautiful。 この曲いいですよね。この曲いいですね、うん、待って、一番にするね、マイク。いいよいいよいいよ、ヨッシー大丈夫。本当今の感じで入ってないと思ったらもう一回入れました。大丈夫。わかりました。バッチバッチせっかくライトいい感じだったけど。そうね、うん、このライトに当たってないバージョンは今日やめようね、うん、ジャングルから、そうジャングルがなんかハパ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 みたいな感じ。岸さんの我を思う、ありますゆえに我ら、合ってる読み方、我らありかな、ちょっと待って、我思うゆえに我ら、ゆえに我らあり、あり、我ら思うゆえに我らあり、我に思うゆえに我ら、違う、我ら、あ、我ら思うゆえに我ら思う、あ、間違えた、混ざれ、我怒ってる、怖いねこの人。我思うゆえに我らあり、よし、どうや、はい、前のお母さんに聞かれたらやばい、どうりよ、ごめんなさい、前ママさん、そうだよ。前をいじめたらルミコ出てくるよ。ルミコ、たかしが出てくるよ。まあ、たかしはでしょ。たかしはね。優しい。ちょ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 。やっつけない。でもいいお母さんでしたよ、皆さん本当に。明るくて。明るかったですか？うん。上品だったし。あ、嘘。あ、パッと見ね。パッと見？うん。喋ったらそうでもなかったってことですか？いや、あなたから話聞いてるからチャキチャキだろうなっていうのは分かる。あ、そうだよ。あれ猫かぶってる、猫かぶってる。普通にでもさ、こんな感じでしょ。うん、上品だ。あ、上品だ。で、若かったな。あ、56に見えなかった。全然見えない。そう。うん。童顔だからね。なんかちょっと童顔入ってます、ね。いや、普通に若いと思うよ。ほんと？うん。じゃあ今度連れてくるよ。そうそう、美人でしたよ。喋りたい、うん、全然美人じゃないよ。やっぱ自分のお母さんはそんなって見えるんだね。あれ世の中で言ったら美人ですよ。待って待って待って。なんか企んでますよ。ちょ、本当に優勝とか、ね、これ優勝しないかあんまり。嘘ついてる。だって本当にさ、あ、この人なんだと思った。ええ。うん、もうモニットこうね。もっとさ、あれと思って、イメージと全然違う。あ、本当。うん。下げてみるもんですね。そうだ。あなたが下げるからかもわからない。あ、幸せバターさん、ありがとうございます。はじめまして。沖縄で、沖縄の宜野湾市でラジオしてます。マヨとマヨのお母さんとどっちが背高いの？あ、私です。お母さん縮みましたね。今多分47とかじゃないかな、お母さん身長147とか。あかりんさん、おはようございます。いえ今日違うよ、今日ライトの当たり方がいいんですよ。そっか、前もこんなしてみたら黙ってたらあれかもしれない。何ですか？あ、何ですか？そっか、何がそっか、ん、何を言ってるのこの人。え、何を言ってるんですか？何でもないです。そっかそっか、あ、今気づいた、ちょっと美しさみたいなんで気づいちゃいました。美しさ、ちょっとやっぱ出しすぎもよくないかなって思って
日本で隠してたんですけど、ちょっと隠しきれなかったみたいです。ねえして。あ、やばい。待って。ちょっと待って。あ、よかった。今日の何も載ってない。漢字読めないと思ったけど、何も載ってなかった。イエーイ。どうぞ。あ、入ってないよ。あれ？入ってない。私が下げてました。山ちゃんがさ、カフ開けてないと思ってから、あー今入ってない、今行くとか言ってたら、私がマイクをオフってましたね。失礼いたしました。さあ、ここで今日は何の日のコーナーをお届けします。まずは沖縄手帳からですね、8月27日月曜日、今日は旧暦の7月17日です。7月17日ね。潮の満ち引き、満潮が夜の8時11分、干潮がお昼の1時51分となっております。そして今日はですね、ネットによると男は辛いよの日らしいですよ。なんでかな、理由とか書いてないけど、どっかに書いてるかな。書いてあるよ、絶対。うそん。初、なんとか。だ。載ってないよ。これ、映画トラさんシリーズ第1回封切り。どこに書いてるの？本当だ。映画トラさんシリーズ第1回封切り、1969年の今日だったみたいです。さすが山内さんですね。どこにも載ってないよって言ってたの。載ってました。そして今日の誕生花がゼンマイ。じゃあなんで笑ってるんですか？本当に書いてるもん。わかるけど、あ、ゼンマイかと。ゼンマイっていうお話知ってます？あの、このゼンマイじゃないの？巻くやつ。ゼンマイって草があるだろ。あ、ぐるぐるしてるの、うん、ああ、あれにお花って咲くのかな。咲くんだはずよね。ね。で、花言葉がね、夢に思うって書いて、無双です。以上、今日は何の日のコーナーでした。メール行こうか。え、こんな人の読みます。まあよ、はい、メール2つぐらい、はい、リスちゃんの2つ読んでいい、あ、リスちゃんの2つ読んでいいですか？あ、いい。さあ、ここでですね、皆さんから届いているメール紹介します。モーニングエイトリスちゃんだよといただきました。今日のメールのテーマね、似合う似合わないで皆さんからメッセージ募集しておりますよ。さあ、リスちゃんから、はい、抜き稽古なんそれ。できましたね。テーマ似合う。今日はとても似合うガクトのコスプレで登場のマーヨ。え、うそん、そう。女子の願望でいろんな服が似合いたいなどとたわごとをしゃべる。でもハイカットのシューズだけは似合わないと言うけれど、決してそんなことはありません。それは自分のことをよく分かっていないんだよ。よく考えてみてください。むしろ似合うシューズを探すことの方が難しいから、ハイカットだけが似合わないんじゃないよ。音符。軽くディスってますね、またね、今日もね。なんでリスちゃんディスるかな。いや、だけど、あ、でもさ、あ、確かに、そこの厚い靴でも洋服によっては、あれ、この靴、あの服ではすごく自分に似合ってると思ったのに、この服着たら全然似合わないっていうのもあったりしますね。そう、あるあるある。そしてね、もう一つ着てたんだけど、沖縄一の髪の毛サラサラ、僕の憧れの女性マーヨ、今度上げてきましたね。パーマの下から少しずつ直毛が伸びてくる男山ちゃん。そしてこれ、なんだっけ、茨城の海岸で、一夜を過ごした太郎介さんと大塚健二さん、おはようございます。そうなの？二人一夜過ごしたの？テーマに合う。ツイキャスの皆さんの忖度には涙が止まりません。やれ、ハイカットなら似合うとか、島通りなら大丈夫とか、マヨは可愛いから何入っても大丈夫とか、お部屋デートなら靴は関係ないとか、そんなにマヨを甘やかすのはやめてください。そんなことだから自分のカフを上げてないのに山内さんのせいにするような子になるんです。どんなよ。
そう、リスちゃんがディスる分みんな私に優しいんですよ。リスちゃん、リスちゃんもちょっと優しくしてよ。ありがとうございました。これも愛情ね。はい、てな感じで今日はですね、皆さんから似合う似合わないのメールを募集しておりますのでね、たくさんのメール皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ここでめいちゃんさんからのリクエスト曲、ジョナスブルーでファストカーフィーチャリングダコタ。今日読めてない。はい、あ、ブルガリさんも久しぶりじゃない。山菜のゼンマイ、みんな知ってるの。カリンさん、基本沖縄の方は別系です。山菜のしかないんじゃん。ゼンマイまた知ったかしたかな、俺だからね、うん、あ、なんでほら、そうだよ、検索したんですか。じゃ見てみようね、して、はい。おお、なんか鼻キモいな。鼻あります？なんか、あ、これが鼻かな。なんか変な変な鼻。あ、この白いの？あ、かわいいじゃん、綿みたいね。そう、うん、かわいい、かわいい。キモいさ、これ。あ、違う違う、ぐるぐるしてるのはまあ置いといて、ぐるぐるしてるのに綿がふわってついてるのだよ。うん、え、ウリこれでしょ、これ。あ、うん、かわいい花してますよ。 ね、みんな。あ、ほんとだ。おくれ、これさ、あのゼンマイじゃないんじゃない。なんかちっこいちょんちょんちょんしてるよ、かわいいね。このゼンマイとあれは違うかも、山菜のゼンマイは。うん、あ、紫の花もついてる。見えるか、紫色のね、なんか花がそばに咲いてる。これは違うのかな。あ、どこからね、花もね。あ、いっぱいだよ、かわいいさ。え、マヨのさ、誕生日好きなんですよ。昭和彼氏好きか。そう、9月の花子は好きなの。花言葉は？え？花言葉は何？ストーカー製造機。じゃあそれマヨでしょ。ストーカー製造機って言わないで。待って、すすき花言葉。花言葉。ストーカー製造機とかやばいよね。デニムのミニさんに会うかもしれないじゃん。イエーイ、イエーデニューして。ススキの花言葉は活力、心が通じる。ちょっと違うな。あ、ススキの生命力の強さに由来するってよ。え、でもこれで調べたら誕生日はさ、9月15日と10月22日。あ、お父さんだ。え、お父さん10月22日でもさ、9月7日で調べたらススキが出るんですよね。なんでね、不思議だ。うん、ひまわりがいいなね、ストーカー清掃機。でもあれも言われますよ、ストーカーになりそうっては言われたこととかある。清掃機なの。なんか私は何も言ってないんですけど、そう、向こうから言われたことありますね。何も言ってないって思ってるだけです。ん？じゃあ私がストーカーとか話しないで、前に向こうからストーカーになりそうってなってくださいって言った。あれ真横コーナーね、次なってくださいって言ったらなった。うん、ちょっともうちょっとひどくなっちゃったバージョン。いいさね、もうしゃん。家知られないぐらいマシじゃんね。
知らんよ。気をつけなさい。皆さん何て言います？ストーカーな理想って異性に言われたらどういう？ドン引きですよ。えって言う？それとも慣れるもんなら鳴ってみる？俺がなります。あ、逆に？あ、じゃあマヨが言えばよかったんだ。そうそう、だからじゃあマヨもストーカーなりますねって。だから僕のことは調べないでいいです。僕がなります。ああ、頭いいでしょ。うん、あ、頭いい。それでいこうらしいです。頭いいかな。うん、なんかやってほしくないけど、なんて言っていいかわからんからそう返したんですよ。あ、いいですよ、どうぞ。したら公認のストーカーになるやし。あ、そうね。それってもしゃあない。しゃあなくね。で、このタイトル言えないんだよね、次。バイバーイ。さあ続いてはマヨのフェイバリットソングズオンマンディのコーナーです。今日はですね、あ、違うよ、今月だ。今月は夏にかけたい曲、夏に聴きたい、夏といえばみたいな、ちょっと夏をテーマにした曲をこういろいろねお届けしてるんですけど、ラジオの冒頭でも言ったんですけど、寒くなってるんですよ、朝夕で。なんなら、まあ、昼間も気温は高いよ、高いんだけど、暑い、まだ夏だねっていうぐらいのもう気温ではない。風もねバーバー吹いてるし、あ、涼しいね、なんならって言う数の方が増えたんじゃないかななんて思うんですよ。だけど今月は夏をテーマにお届けするので、ぜひ暑かったあの時に、暑かったね、暑さがピークだったあの時期に私は聴きたかった曲を今月の最後にですねお届けしたいと思います。学生の頃、小学生の頃かめちゃくちゃハマりました。ずっと歌ってました。歌詞も覚えて、この歌ってる2人がすっごい憧れだったんですけど、聴いていただきたいと思います。タイトル言えるかな。 EE ジャンプでおっとっとっと夏だぜ。当たってる？当たってます。こんなんだっけ。はい、こっちからガーっていくんですよ。大好きだったこの歌、言われたな、わら人形で打っとこうねって言ったら激怒。あー、そうね、言っとこうと。はい、ソニー可愛かったのね。可愛いですよね、うん、イエーイ、かもいいじゃん。若い時はあの人の魅力は分からないですよね。年取ったら絶対、今だったら絶対好きになる。そうなんですか、うん、私は好きでしたよ。それは別の意味ででしょ。あ、うん、そうね。あとでさ、リクエスト来なかった変な歌かけていい？いいですよ。景色など僕らにゃ関係ないから。あ、カラオケ行きたい。あっち、あの東京だから、うどんが辛い、ちょっと夏だぜ、恋をしようよ、海に行こうよ、赤き氷には練乳かけよ、とっと夏だぜ、恋をしよう、よ、花火をしよう、愛という名の打ち上げ花火。こっちが好き。まずは漢字も開いて、トントントン、探そう探そう探そう、 Yeah。めちゃくちゃな感じが好きですね。かわいいじゃん。これ後藤の弟ですね。
知ってるよ、後藤って、後藤って私はいつもゴマキって言うのに初めて後藤って後藤間違えちゃったね久しぶりに聞くでしょ、みんなアジアの東京なのにパンダがいない、おとどと夏だぜ恋をしようよ、波乗りしよう、あやば海にはサザンが似合う、恋をしようよ、祭りに行こう、あの日も釣りは当たりが出るの。いずこって何ですか？どこってこと？いずこ、いずこ。こっち急になんかサンバチックになるんでね。てるてんてんてん。ゴマキの弟とソニー、そうそうそう、どこかの連れかよ後藤やっぱり眉の歌声、イエーイ、これでもいいの、カッサカサよはい、じゃあみんな出た、はいはい、こあれ間違えた、恋をしようよ、トロットかき氷には練乳かけよ、恋をしようよ、花火をしよう、ああ愛という歌の。じゃあどうしよう、結構ね時間余ってる、追加イエーイ、いずこディスコ、あディスコって意味なんですか？違うよ。あ、ちょっと書いてるもん。違うよ。いやでも山内さんよりツイキャスの皆さんの方が信頼できますもんね。さあ、それではツイキャスのコメントを紹介していきます。幸せバターさん、どうもはじめまして、幸せバターです、よろしくお願いします。来てましたコメント、サポーターになっときますって、ありがとうございます。そしてひふみさん、マヨとマヨのお母さんとどっちが背高いのって来てますね。私です、越しました。っていうか私が身長止まった時はまだ母の方が大きかった、背が高かったんですけど、やっぱりね、なんか気づいたらちっちゃくなってましたね、お母様は。私が149センチで母は147とかですかね、若干私が大きいです。うん、家族で一番ちっちゃくはないですよ私。そしてかりんさん、まあようちゃん、山内さん、おはようございます。まあようちゃんも美人、イエーイ女性に褒められると嬉しくなりますね。ね。ねえ、山内さん。はい。なんでスルーすんの？そして、ブレガニさん、ギノワン待たせたな。来たぜ、俺さん超久しぶりですね。ありがとうございます。カリンさんね、基本沖縄の方は美形です。歌もうまい、うますぎる。なんでですかね、沖縄の方ね、そう言いますよね、皆さんね。そして伊佐岡弘さんと、あと野の中の銀の蛍さんと、あと雨男レイニーさん、山菜のゼンマイって来てましたね。そうらしいですよ、多分ちょゼンマイで検索したらそれが出てきた、あのぐるぐるのね、ねちょっと綿がついてて、花はなんか今日の誕生花だったんですけど、花はなんかちっちゃい白いなんかちょっとふわふわっとしたお花で、真ん中中心が紫みたいになってましたね。だけど紫、なんか全体的に紫のこうゼンマイのお花も検索したら出てきました。いろんな種類がきっとあるのかなと思ったんですけど、気になった方調べてみてください。そして石ころさん、デニムのミニスカなら似合うかもよ、すぐ吐いてしゃべってかっこ笑い
これは石ころさんの下心が出てるのでやめておきます。そしてひふみさんストーカー製造機笑い私のことね自分で言うよもそして石ころさん言われたら藁人形で打っとこうねって言ったら撃退するはずよって来てましたね。そう私言われたんですよ、ストーカーなりそうって相手に言われたから。なんかどう返していいか分かんなくて、あいいですよって言ったんですけど、多分それがダメだったんですねそしてさっきのあのいいジャンプの男性、あの後藤真希さんモーニング娘。だったあのごまきの弟、何だったっけお名前、その方が歌ってるねとソニーさんが歌ってる曲でしたね私がちょっと曲中にあの後藤の弟って言い方したからナルトロさんがどこかの連れかよってツッコミが来てましたひふみさんやっぱりマヤの歌声いいなーってありがとう。そして野中の銀のたるさん、ごまきの弟とソニーだったよねーって。そうですね、懐かしい、憧れでしたね。ソニーは可愛いし、後藤真希のあの弟かっこいいし、うん、なんかすっごい私憧れだった小学生の時、ね、そしていずこって歌詞が出てたんだけど、いずこにこう右矢印で右の方にディスコってね、野の中の銀の蛍さん書いてますが、いずこはディスコではなくどこって意味ってよ。頭やられてるから信じないように。あ、わかりましたねえ、なんかこの間からなんか熱出してるからさ、野の中の銀の蛍さんだいぶやられてると思うんで勇気後藤勇気、あ、後藤勇気さん、あー、ありがとうございます。教えてくれたのね。ありがとうございます。さあ、皆さん、まだまだね、コメントもたくさんよろしくお願いします。そして、今日のメールのテーマは、似合う、または似合わないです。あ、そうよ。私、今度のお芝居で、あの、ぶりっ子役で、髪型もちょっとぶりっ子にしようってことで、めっちゃトップにツインテール作るんですよ。これが似合わんこと似合わんこと。これで3公演するんで、ちょっと見に来ていただく方、楽しみにしててくださいね。めっちゃ似合わんから。すごい。もうすっごいことになってるように、ちょっとレースのトップスに、花柄のピンクのスカートに、ヒールって感じで、ちょっとぶりっ子のね、訳するんですけれども、まあどういう感じなのかっていうのをまた後でね、紹介していきたいと思います。じゃあここでですね、一曲お届けしたいと思います。ツイキャスの方からリクエスト曲届いておりました。石ころさんからのリクエスト曲です。騎士団で、我ら思うゆえに我らあり。我らですか？我思うじゃなかったっけ？我ら我らだっけ？俺今曲名見ながら。あ、ごめんなさい。あのさ、メールじゃなくて、曲明けでお知らせやって、はい、で、メール行くか。はい。メールはもう一つぐらいしか時間ないはずだから。分かった。どっちにです？こっち？こっちと、あと一個。下も、下も。来週だよね。今週かな。もう終わってる？終わってますね。あ、じゃあ下はいいや。取っとこうだ。一個だけでいいよ。上？うん。はい。え、ボーリング行きたい。あ、だから来てよ。もう入れたよ。誰とチームかなして。皆さん来ますかボーリング？ひふみさん来るって言ってたね。ナルトラさんとかどんなですかね。皆さん来てくださいね。今日から本格的にサスロンというか、そうね、あと15人、そっかそっか、来てくださいねーして。あなたあれも誘ってよ、劇の人。え、芝居の人たちですか？学生が多いわけよ。あ、そう、小中高生が、そっか、あれだもんね、6、7割いますね。市民劇だもんね。はい。あ、じゃあ PTA チームで行きましょうか。うん、大人だから。うん、いいですよーして。
可愛い子いる？可愛い子いますよ、いっぱい。じゃあ、その大人チームでは PTA チームですか。私と小学生以外既婚者です。なんで？一人はがっつりヤンキー、オラオラ。男だそれ。男でしょ。女。え、私は好きですね、このタイプ。あ、今日誕生日なんだよ、その子で。もう一人は内地から来た方で、うん、娘もこの人は参加してる、お母さんで、もう一人は65歳のおじさん。へえ、かっこいいね。はい、いいよ。あ、でも本当に普通にもし誘ってみてさ、やったー、こうなりますよって。うん、オッケー。今日皆さんも個人メールとかでつながりとかで誘いますので、ぜひいらしてください。お願いします。りっちゃんのメールよ。ほら、おし面白いよね。時間取り思う。さあ、ここで西日本豪雨災害義援金のお知らせです。2018年7月の西日本を中心とした大規模豪雨災害により、各地で甚大な被害が発生しております。そこで FM 宜野湾では、被災された方々を支援するため、宜野湾市民の方々にとどまらず、多くの方に広く呼びかけ、義援金を受け付けております。皆様からお預かりしました義援金は、宜野湾市社会福祉協議会を通じて被災地復興に活用してもらう予定です。 FM 宜野湾での西日本豪雨災害義援金の受付は、口座振込も行っております。銀行と口座番号と口座名義をお伝えいたします。銀行は沖縄銀行です。口座番号は1855259 1855259。口座名義は株式会社 FM 宜野湾、株式会社 FM 宜野湾までお願いします。口座の振り込みも行っているんですけれども、ここ FM 宜野湾の局にもですね、箱を置いていますので、振り込み以外でも受け付けております。もしここにね、遊びに来たとか、パーソナリティとかリスナーの方もそうなんですけれども、いらっしゃった際にはぜひご協力よろしくお願いいたします。義援金の受付は9月15日土曜日までとなっております。皆様のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。以上、西日本豪雨災害義援金のお知らせでした。さあ、ここでですね、皆さんから届いているメールまた紹介していきたいと思います。この方いきましょうね。ヘイマヨヤマチージャーヒフミです。またシージャーって、うん、何歳違うんですか。だいぶ上だ。あ、そうなんですか、うん、ねえ、なんでシージャーって言うんだろう、いつも。似合うチーム似合うチーム、カレーに福神漬け、あ、あり。あ、もう今日カレーやし、カレー食べたくなってきた。しかも私、福神漬け超入れるんですよ、超好きなの。福神漬け、うん、ひふみさんに蝶ネクタイ、あー、モーニングエイトにマヨ、やった。そのまんまとムーネー先生。あの俳句ね、例の俳句、いつもまんまで送ってきてくれる、ありがとうございます。そして似合わないチーム、半ズボンに革靴、あー確かに。あ、でも、いやでも似合う人いるんじゃない、おしゃれな格好で。いないかな。ひふみさんにネガティブ、あー確かに。マーヨーに涙、あーありがとうございます。優しさと山内シーシャー。似合わんチームってよ。どんなよ、山内さん優しくないってこと、優しさ似合わないんだ。じゃあ優しくない山内さんを演じないといけないね、本当は優しいのにね。いや、そうでもない、普通です。で、ダヒャ、俺に似合わん。遅刻、思想パーやし。てなわけでリクエスト、
できてましたね。ジェイソン・ヌーガラー。ヌーガラーの Your Beautiful。ヌーガラーって来てたんだ。ありがとうございました。カレー食べたい。カレーが食べたい。私、ご飯によく漬物ってみんな言うけど、私、漬物まんまで食べますね。福神漬けだけとか、高菜だけとか、たくあんだけとか、で食べます。いや、福神漬け食べたい。お腹空いてきましたね。マヨに涙って似合わない？似合うよ。これ似合うって言われるのと似合わないって言われるのってどっちがいいの？どっちがいいの？似合う。分からんわ今日よく似合う似合わんが。涙ってマイナスな感じだったら似合わんがいいかな。マイナスかな。そうでもない、うん、ありがとうございました。さあもう一つ、あ、いきます、うん、あ、BGM がこれ。わかりました。ですね、今おかけしている BGM が平沢進さんのパレードおかけしております。映画音楽です。映画の曲なんですか？パプリカっていう、パプリカの映画にの挿入歌、主題歌。主題歌、へえ。かっこいいって言って、かっこいい曲みたいです。山内さんおすすめらしいですよ。続いてのメールですね。進撃のめいちゃんさんから、まあよ山内さん今週もよろしくお願いします。何怒涛って読むの、うん、の9本繁忙期が終わって疲れた、今日はお休み。あ、よかったですね。疲れた心を癒したいと思います。めいちゃんでございます。ではお題、似合うまたは似合わない。似合わないのに変な服装をする人がいますよね。全然似合わない服を着てたりすると、これはこの場でこの服装は違うんじゃないって思う時があるんですよね。ですが自分の個性だからあえて言いませんけどね。では今週も頑張りましょうということで来ておりました。ありがとうございます。やっぱ服装ね、難しいよね。自分はこの服好きなのにとか、私だいたいこうお店でこの服着たい、似合うかな似合わないかなって言って試着すると、だいたいが丈が長くてワンピースとかズボンとかスカートなんかね、マネキンさんが着てるのは膝下とかなんだよ、スカートとかの丈が。私が履くとくるぶしぐらいまでになってる。全然 S サイズとかでもよ。だから似合う似合わんの前にさ、なんかもうちょっとサイズね、 SML で、丈もウエストだけじゃなくて丈もちょっとどうにかしてほしいなって思ったりしますけど、うん、服装難しいですよね。皆さんからまだまだね、似合う似合わないに、ついてメッセージ募集しておりますよ。めいちゃんさん、メールありがとうございました。モーニング8、9時半まで生放送でお届けしておりますので、引き続きチャンネルそのままで、そしてですね、メールメッセージの方も送ってきてください。よろしくお願いいたします。チーキャスのコメントもたくさんよろしくお願いいたします。それではここで一度 CM です。全然朝のこのモーニングやと似合わない曲だ。かっこいいですね。マヨは鉄アレイは似合わなさそう。鉄アレイ、あ、カリンさんの後で言う、もう似合う似合わない。マヨに綿飴はすこぶる似合いそう。あ、似合うね。嘘、棒付き食べたいですね。テイムチャムチャーチルから袋より棒で食べてみたい。綿飴似合う？やったー、綿飴好きよ。紫とピンクの綿飴好き。鉄アレイって何？鉄アレイ、あ、ダンベルのこと？ダンベル？あ、ダンベルが出てきたよ。鉄アレイってこんなのさ、こんなのだからダンベルって言うんじゃないの？ダンベル、バーベル、分かんない。私似合わないですか？私あれ持ちながら全部踊りますよ。あ、ちょうどいいとこで切れた。久しぶりにツイキャス切れた。切れるの珍しいな。ね、めっちゃ久しぶりに切れた、びっくり。待って待って、石ころさん、私鉄アレイ持ったままズンバ踊るよ。似合わんかな？
めっちゃ踊る。まゆちゃんダイエットしたことありますか？あ、クリンさん、後でコメント読みますね。なんなら今やってる。なのにリバウンドした。あぁ1キロとかでしょ、10キロ。あ、やだ、10キロ絶対持て。お米でしょ、お米両手に持つみたいな感じでしょ。あ、クリンさん、あ、ムクさんだ。ありがとうございます。そう、1キロ1キロ100均に売ってるあのピンクのやつを持ってやつ。あれですね、1時間踊ったらめっちゃ腕力こっちの筋肉つく。さあ、時刻は9時を回っております。 79.7MHz FM ギノワンよりモーニングエイト生放送でお届けしております。さあ、似合う似合わないについてね、ツイキャスからもコメントが来ておりました。メールでも皆さんからねメッセージとたくさん届いております。質問も来てるんですよ、メールでもツイキャスでも。ちょっとね、あの読み上げながら後で答えたいと思います。で、皆さんからまだメッセージ募集しておりますので、似合う、似合わないについてのメッセージですね。よろしくお願いいたします。アドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。それではニュースを今日の新聞からお伝えいたします。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。失礼しました。そしてもう一つですね、八重山日報沖縄本島版より記事をお伝えいたします。まずは八重山日報沖縄本島版の総合面からです。辺野古反対派が市長候補、宜野湾で前 PTA 連合会会長。宜野湾市の佐喜眞淳史前市長の県知事選立候補に伴う市長選の候補者を選ぶ共産、社民両党の自治体議員らで作る準備会は26日、同市内で会合を開き、県高校 PTA 連合会の前会長で、会社役員の中西春夫さんを擁立する方針を全会一致で決めました。市中心部を占める米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に反対する立場で出馬に前向きだと言い、関係者らが明らかにしました。準備会は27日に中西市に正式に出馬を要請する方針です。続いて琉球新報の市町村面からです。生演奏や歌、フリマで楽しむ宜野湾篠の目子ども園。園を開放し地域交流。宜野湾市荒城にある篠の目子ども園で、このほど音楽とマルシェを組み合わせたイベント、そよ風音マルシェが開かれました。園内ではバイオリンやフルート、ギターなどの生演奏や歌が奏でられ、住民が総菜やスイーツ、アクセサリーなどのブースを出展し、多くの家族連れで賑わい、園が掲げる地域交流の場が広がりました。企画したあがりえさんは、泣いている子がいても気にせず生演奏が聴ける素敵な空間で、今後は保護者の出展も増やしたいと喜んでいました。荒木園長は、地域に根ざし地域の拠点になる園でありたいと話しています。続いて沖縄タイムスのスポーツ面からです。高校卓球女子普天間が頂点。卓球の県高校選手権最終日は26日県立武道館で行われ、男子団体はコザ A、 女子団体は普天間がそれぞれ優勝しました。女子団体は普天間が名護を3対1で下し頂点に立ちました。
運営上の理由で、サンゲームズマッチで行われた決勝で、ダブルスのホカマと中村の3年生ペアは、第1ゲームを取って、自分たちのペースに持ち込もうと決め、相手はバックが苦手と見抜くと、そこにボールを集中し、2対1で勝利し、チームに勢いをもたらしました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムス、八重山日報沖縄本島版より記事をお伝えいたしました。エコさんとカリンさんのコメントで、はい、まずは盛り上がります。うん、OK です。でそのままの流れでリスちゃん全部いきましょう。 OK、はい、全部全部がいいんじゃない。まあまあ、あ、じゃあ一回曲挟むか。え、曲挟むか。え、今日平沢さんばっかり来ていいですか。え、さっきの皆さん進むか来ていい、なんか書きたいな。あ、さっきの曲、さっきの曲とまんま一緒じゃないよ。別の、あ、いいですよ。なんか書きたいな。あれ書きたいの、タイトルが分かんない。あるよ、いっぱい。誰のこれね。ちょっと待って。分かった、じゃあさ、うん、ヒント言って。俺が合ってるよ。それ書けるか。洋楽、はい、あと男か女か。女。女で、じゃあ今マヨがじゃあ知ってる曲で俺が当てるから。あ、オッケー。クイズ。男。男。男。うん。洋歌。洋楽。洋楽。かっこいい。かっこいい。どんだけ。黒人か白人か。黒人。もうこの人でしょ。オッケー、分かった。お、もう分かった。踊れる系。いや。オッケー、オッケー、分かった。任して。さすが。任して。5年ぐらいの。それかけるか。さすがですね。やるやつさ。ね。やりよるじゃん。さあ、皆さんから届いているメールを紹介していきたいと思います。そしてツイキャスもね、コメントが来てましたので紹介していきましょうね。まずこの方のメールいきましょう。マヨおはよう、ブッチュ、山ちんおはよう、エコザイル出すよ。ひょっとしてイケペのセンスゼロのスガイが今日のテーマのモデル。ああ、あれ、あれさんに、イケペさんな、イケペさんのあの写真、何ヒッピースタイルって言ってからデジウケると思って、そう、なんかやばい、笑いが止まらんみたいな感じで書いたら、何が起こしんのみたいな感じでさ突っ込まれたわけ。あれおかしいよね。頭から私足の先まであの格好はないと思うよすっごかったね。なんかフェスって感じでしたね。確かにフェス感は出てた。フェスに似合う格好だけど、本人に似合うか似合わんかっつったらね、ノーコメントでいけます自分はスーツ姿は着せられてるって感じで似合わないから、 T シャツにジーンズが気楽でいいし似合うはず。あと仕事着もつなぎが似合うな。あ、マヨはセンスあるから何着ても似合うよ。ういー。さて昨日はボン疲れで寝落ちして参加するの遅れてもらえなかった分、マヨから熱いチューもらって今週も頑張りますかね、じゃあ後からやーと来てました。ありがとうございます。エコさんのスーツ姿想像できんな。そうだな、できないですね。だけどお父さん、お父さん、何、お父さん感が出そうじゃん、スーツ着たら。あー、エコさんがスーツ着たらなんか可愛い想像だよじゃあ、あのさ、
一回あの SNS で見たことがあるんですけど、こう着物を着て三線弾いてる写真があって、あ、似合ったわけよ、これが。なんかエコさんじゃなかったわけ、パッて見て、はこれ誰、エコさんっぽいけどってなって、あい似合ってるさって思ったんですけど、本人にも言ったんですけどね、あの後すぐエコさん似合ってたよって言ったんですけど、うん、T シャツにジーンズの、まあ、格好はいつもねこう見るので、拝見するので似合うんですけど、着物もいいと思います。似合ってましたよ。はい、つなぎですね。私つなぎの格好は女性が着ても男性が着ても好きです。ということで、じゃあボンズカレーで参加できなかった分、はい、いけます。上手。なんか日に日に上手くなってん。面白くないね、上手くなったら。ちょっといいよ、上手。あ、ほんと、もう一回で。うん、もういい。ありがとうございました。じゃあかりんさんからね、そうメッセージ来てたんですよ。あのツイキャスでね、かりんさんから、似合う似合わない、体型が変わったり髪型が変わったりすると似合ってた服が似合わなくなりますよね。マヨちゃんちゃんはダイエットしたことありますかっていう風に質問が来てました。体型変わったりしたら確かに似合わんくなる。私が持ってる服ってだいたい痩せてた時に、あれ着たいこれ着たいって言って買ってた服だから、今似合わないわけ、全然ね。わかる、その気持ち超わかる。で、ダイエットしたことめっちゃあります。なんなら1年に何回してんのっていうくらいしてる。私こう番組で言ったことあるかな、体重の変動が大きいんですよ。っていうのは、あのだ、前ほら、あの新聞のコーナーで7キロ落ちたっていう記事、私のね、あのこの間お芝居、そうお芝居した時に、ジャナのね芝居の時に、あの高校生役やるし制服着るしと思ってダイエットしたんです。で、頑張ったら、私本当に食べなくてもっていうか、あの完食しないでも全然いいんですけど、普段完食が超多いんですよ。で、あの時しなかっただけで 1,2 ヶ月で7キロぐんって落ちたわけで、落ちる時1週間で 2,3 キロとかも落ちるんですよ。だけど増える時1日で2キロとか簡単に増える人だわけさ。だからダイエットは常にしてますね。あのもう増えたと思ったらすぐ頑張って落とす、でまた増えたと思ったら落とす。だからこの多分落とすのがなんていうの、こうだいぶ 2,3 キロ一気に落とすからなんだぜ、リバウンドがすごいですね。うん、だからだぜ、似合う服似合わん服も私も結構大きい、なんか多いです。うん、かりんさんもダイエットとか今してるんですかね。きついよね、なんかイライラもするしさ、カルシウム不足で。なんかいいことあんまないけど、でも痩せていったらなんかちょっと嬉しかったりもするし、うん、って感じですね。いい、今がもうほんと本番に向けて、ほんとあと5キロぐらい落としたいんですけど、はもう無理だなって思ってるので、せめて1週間 2,3 キロね、うん、頑張ります。はい、頑張ります。あと女性ホルモンとかもある、ホルモンバランスとかもあるから難しいんだよな、全然食べてないのに太るとかもあるから、うん、頑張りましょうね女性の皆さんね。はい、前が今一番聞きたい曲、僕がやってます。あ、そうね、さっき私がこう曲をね、あ、すごいよ、ムクさんっていう方からめっちゃコイン来てますね、うん、ありがとうございます。さっきね、私がこう、山地さんが今、私ガネコマヨが考えているアーティストの曲をかけるって言ってくれたんですよ。で、ヒント出してたんですね、 CM の最中に、洋楽、男性、かっこいい、踊れる曲、そして黒人さん、人種で言うとね、黒人さんってことで、ディーパーさんは2位よって来てます。カリンさん、MC ハマーしか思い浮かばん。来ておりましたが。さあ、誰の曲を山内さんはかけてくれるのでしょうか。この方の曲です。間違った、これ。あ、すごい、カリンさんと。カリンさん当てよった。MC ハマー。MC ハマー。なんて曲名ですか、歌ってる人が MC ハマー。わからんば、当たりじゃないやし。当たりじゃないわけよ。キャンタンディス、あ、もう、はい、
ですね、マーヨが今一番聴きたい曲というふうにですね、山内さんがかけてくれてる曲です。MC ハマーで You Can't Touch This おかけしております。正解。ハズレです。あの、カリンさんが当てましたね。MC ハマーしか浮かばんって。MC ハマーむしろ私見たことないんですよ。そうでしょ。ほんとほんと、この曲だけ知ってるの。だから今は知りました。黒人さんなんですね。踊り死にすごいね。何しょモーミーさんが真似する人。そうなの、分からん。なんか自分で言ってましたよ。だから私モーミーさん想像してましたいつも私が言ってたのはブルーノマーズです。踊りたくなる曲。じゃねんああブルーノマーズだと当てれたな。もう俺 MC ハマーしかなかったね、カリンさんね、うん、じゃあどうしようか。ツイキャスのコメント残り読んでメールってさっきのメールからがいいんじゃない。あ、はい、ね、メールいきます。じゃあ BGM にします。はい、石ころさん、じゃあそれかけるよ。ブルーノマーズか確かにかっこいいなさあ皆さんから届いてるメール紹介していきます。腰トントンしてもなかなか柔らがないんだよ懸命でね聞いてます。まゆに山内さん、今日も元気に元気におはもっこり、石ころです。俺さ、見た目で野球のキャッチャー似合いそうって言われた言われてやらされた。デージ声上にヒッチーボールがあっちこっちにジャストミートして痛かったし、なくなるんじゃないかって思ったそこにね、あ、 いえなくならんかった。大丈夫でした、健在ですかお疲れ様でございましたそうなんだ、体格なんですかね。キャッチャーが似合いそう、ね、体格がなんか大きい人なのかなって思いましたけれどもそっか、私、あ、私もさ、こうスポーツなんかこうテニスとかそういうスポーツが似合いそうって言われたことあるんですけど、私も球技一切できなくって。できなさそうよ。あ、本当、うん、初めてできなさそうって言われました。ん、逆なんですよ、いつもやってそうって言われるけど。あ、そう。うん、え、キャッチャー怖いね誰ね、ね、似合いそうだからやってって言われたんだね。あ、いやーなーなー、こういうこともあるんですね。え、もう一つあったんですけど、リスちゃんから質問も来てたの。そうだよね、後藤の弟は後藤祐樹くんかっこいいよねって。テーマ似合わない。マユは告白された場合にどうやって断りますか？断りを言うのって気を使いますよね。リスちゃんはいつもこういうようにしています。君はとても素敵だから僕なんて君には似合わないよ。それで諦める人はいいのですが、困るのはそんなことない、自分を卑下しない、合ってる？ヒゲしないで、リスちゃんでも大丈夫だからと逆に励まされた時ですリスちゃんでも大丈夫だからって言われたの。私断る時どんなって言ってたかな。最近は、あ、言われそうって思って、私がお付き合いできないかもしれないって思ってる相手からもしかしたら好意持たれてるかもって思われたら、あの、もう連絡取らなくなります。私避けちゃう、何も言わない、うん、うん、で前はじゃあ断るの本当になんかあれなんですよね、断る方もエネルギー使うもんね、気使うから、うんうん、ごめんなさいって言ってましたね。言ってた言ってた、でもなんかもう言いたくないから、うん、連絡取らんくなる。卑怯な手口を使ってますあ、じゃあちょっと告白されたらどうするんですか？待たせる、待たして忘れさせてしまうかもダメね、ダメねあ、答え出さない。そう、答え出さんあ、そうだった、もうちょっと待ってくださいって言って、あ、きつい、き
汚い女でございますあそうよそうよコメント来てました。シュプリームさん、まゆ山内さん、おはようございます。石ころさん、椅子回転しながら投げ中してみて今度やってみようね。エコザエルさん、豊崎までストライクかりんさん、ヒーって来てました。シュプリームさん、山内さん、ギノガルフやサザンでパーソナリティしている、あ、昨日言ってたね、 OBP が昨日ローカルアイドル日本一に輝いたこと報告しますって。すごいですよね、うん、そしてキキマルさん、太ってる人と痩せてる人の2キロから3キロの減量は大変さが段違い。あ、確かに。でもすごい太ってるってね、方ってこう落とすのは簡単って言いますけどね。でもどうなんだろうな、うん、2、3キロ、うん、私ほんとせめてあとね、もうちょっとほんと頑張って芝居でね、どうにか絞っていきたいなと思います。かりんさん、山内さんと2人で外れ。東京ライフさん、ありがとうございます。エコザイルさん、引っ越し焼いた頃は1日で 2,3 キロは体重減ってて、その分夜食べるから朝には元通り。あ、いいですねディーパーさん、ブルーノマーズかーって来てました。石ころさん、24カラットマジックじゃねーって、マジックね。そうね、この曲かアップタンファンク、どっちかを想像してました。そうだったんですよ。そして大塚健二さん、恋愛恋愛、ディーパーさん、ブルーノマーズならショーミー聞きたかったのかな。いやー、ショーミーじゃなかった。石ころさん、キャッチャー似合うサザンブリーズの東さんに似てるかも。あひふみさんからね、来てました。へえ、石ころさんって東さんみたいな方なんですか。あ、じゃあその想像しとこう、いつか会う日までね。そして大塚健二さん、まよさんは恋愛もスポーツも不器用そう、山内さんはのめり込んで破滅しそうなイメージです。まよさん、俺は待ってます。大塚健二さんが来てましたね。おー、すごい、沖縄アイドル、私も応援頑張って増やしたいです。そしてシュプリームさん、ゆるふわパーマが日本一似合う男、山内さん。おお、いいですね。私、恋愛不器用そう。あ、確かにそうかも。付き合ってからが、うん、甘いきれんから不器用ですね。確かに、どっちかっていうと。なんか、言えん、素直に。言えます?皆さん、素直に自分の気持ち。なんか好きな人だからこそさ、言いにくいっていうのがありますね。素直に。うん、なんかわがままになってそう、それが自分の。あ、素直に言ったら、はい、だから言えない。はい、わがままなのか自分の素直な気持ちってこう押していいのかがわからないですね。うん、大塚健二さんだからこそ、好きだからこそアタック。あのね、あ、しかも、あ、ブルーノマーズの24カラットマジック流れてますね。ありがとうございます。 BGM で流します。付き合うっていうのも自分からこう告白ができないので、そういった意味でも不器用かも。付き合ってからは素直に自分の気持ち言えない、付き合う前は好き好きのアピールができない、どっちみち不器用ですね。はい、じゃあどうすんの。だからあれなんですよ、自分からいけないから相手から来てくれるのをいつも待ってる。ずるようなです。さあ皆さん、告知ですよ。あと3分で告知です。あのね、今月末じゃない、来月の頭、9月の1日と2日にパレット市民劇場、パレットくもじの9階にあります劇場でですね、劇団尾瀬公演、AIG ジャパンホールディングス株式会社が協賛しております、戸部琉球超人2018の舞台がございます。前平仁さん、ヒープーさんが脚本をしておりますよ。これがですね、2日間で3公演いたします。もし見に来られる方いらっしゃいましたら、ぜひ来ていただきたいんですけれども、ですね、9月1日の公演時間が、開演時間がお昼の2時と夕方の6時の2公演あります。で、翌日2日9月2日日曜日の開演時間はお昼の2時のみです。会場は開演の30分前になります。チケットの料金なんですけれども、前売り券が1500円、小中高生が1000円となっております。未就学児童は無料です。当日はですね、チケットが500円増しになりますので、よろしくお願いいたします。さあ、チケット、私のですね、
SNS でも受け付けているんですけれども、もう一つね、オゼ、劇団オゼの連絡先もお伝えしておきます。劇団オゼのお問い合わせ先です。電話番号 098-866-6118 098-866-6118 までよろしくお願いいたします。当日になるとですね、予約された方からこう会場に入っていくみたいなので、あのもしかすると当日ね来て当日券で入れない場合もあるみたいなので、予約されることをお勧めしております。ライト兄弟よりも世界でね初めて飛んだって言われる方が、沖縄の榛原町出身の浅戸秀英さん、その方の物語です。夢を諦めない気持ちだったり、そういう姿、仲間との支え合う姿、そういうのをですね劇を通して皆さんにあのお届けできればなと今稽古に励んでおりますので、私はですねその夢を追いかけている学生、家族を、こう、現実を見させようとする、ちょっと意地悪な役をしております。ダンス、振り付けも担当させていただきましたので、ぜひですね、興味のある方は見にいらしていただきたいなと思います。ツイッターでまた画像を貼り付けて告知させていただきますので、ツイッターされてる方もですね、ツイッターアカウントのフォローしていただいて、ぜひチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっとね、急ぎ足だったんですけれども、8月ももう最後ですね、最後の週です。皆さん今日もメッセージありがとうございました。ツイキャスのコメントもありがとうございました。それではまた来月9月の3日ですね、お会いしましょう。お相手は金子まやでした。それではまた来週、バイバイ。ありがとうございました。お疲れ様でした。おつまよありがとうございました。はい、お疲れ様。はい。